よし、じゃあ、勝者側がかけらマグロだね。かけらマグロが2本取った時点で今回の優勝はかけらマグロチーム。リビルドは1社側なので、1セット取って、もう一回2回2セット取らないといけないってことだね。まあ、有利状況なのはかけらマグロということですな。まあでもどっちも強いからね。どうこれとかメタメタチームとメタオリマー、オリマーだけちょっと寂しいけどやることを出してほしい。ステージ出せんじゃろ。さあカリソチーム決勝戦、いや最終決戦、カキナマグロが立つユニグレード4人だと言いにくいね。さあまずは立ち負けでぐるぐる回っていく。どこもこちらも暴風警報。オリマーがちょっと孤立してるが、しかしここから戻っているな。オリマーいい感じに。さあぐるぐる回ってニュートラル刺す。おっとこれはお互い花道になってるんですが、チームでは基本的には端っこのキャラが挟まれないのでいいですね。挟まれると不利。2対1は本当に避けたいところ。しかし2対1の状況をいかに作っていくかチーム戦の大事なところ。竜巻の時両対応の下から打っていくブルド。じゃあおっとジャックが出て失敗してしまった。さあかけながらブルドプレッシャーかける。右はマグロ、メタナイト、マグロと待っていれば。さあ、おっと、シャトルを放す。いいタイミング。そして、おっと、真ん中が取る。投げさらに取って、下しますと。さあ、こちらラインを取っていきます、チーム。ブルーでも前に出る。プレッシャーかけていって、おっと、かけらは反対から行く。逆に挟み道の形を取る。まるでジョジョの竜王戦のようだ。逃げながら音を挟み道になる。なんで、おっと、内容が救急メダルの救急が、丸さんですね。さあ、撃墜されたのを、おっと、ユーメダルが私たちに回してしまった。残りはメインさん即。さあ、まずはチーム、片方を即奪いたいが、まだバーストラインではない。しかし、これ、おっと、ブルーバースト、赤チームがアドバンテージを取っていく。おっと、ブルー、運がない、転んでしまった。あしゃれ、ブルーは竜巻に囲まれている。さあ、お互い端を取って、赤チーム、崖を取って挟み撃ちという形が多いが、このフォーメーション強いのか。クマヒット、あ、いい打ちだが、バスト。さあ、やり返したチーム。さあ、ブルードが2対1になってしまった。指が助けに行くが、ヘルプが間に合わない。少女ブルーがしっかり反撃を取っているから、赤チーム冷静。ブルードピンチか、助けられた。ナイス復帰。さらに、うまい。ユイがよく見ていた。ナイスのヘルプ。前投げ、しっかりピッチャー来たのを確認してから前投げ。味方ごと当てていく。さあ、ヘッド。さあ、お互い、足としていきたいが。そしてまだこの状況。お互い橋を取るというこの戦術強いやん。ガキ待ちの強いメタナイトならではの戦術。前投げ、おっと、これで上昇した。ブルーローがやり返す。あーまで振って、復帰。横浜、こちらを当てていく。後ろ投げで、おっと、ユイがしっかり合わせて、ニュートラル合わせる。ダメージを取るが、ブルーローに流そう。さあ、かけらがユイプレッシャーかけていく。打撃は、しかし、暴風警報。ぐるぐる回って、ラスト、ブルーローが激痛にどんどんしていく。さあ、ストックは同じだが、ユイが 5%。これは合わない。さあ、まずは粘っていきたいところ。これはちょっと引くぞ、やってしまったユイ。さあ、リードが中チーム。丸々1ストック差がついているといったところは。ブルーがピンチか。これは振っていく。ユイがしかしちゃんとアシストも分からないという。おっとまさかの振り向きだけ。あっちからも落ち着いが。下パン。ブルーの年間ほど下スマッシュ。ラフになるのが前ですね。からはタック切り掴んで、おっとこれはチームパワーが合わなかった。しかし十分なダメージ。さあ右下の右、おっとうまいこと左にナイパイクしていく。さあ、着々と青チームが追いついていってるが、やはり辛い状況は変わらない。しかし、この状況なら、どちらかが先に1対1になってもおかしくない状況。有利は赤チームがまだまだ上がらない。ブルーは辛い状態。さあ、2人でメタナイトプレッシャーかける。ブルー辛いぞ。これは、おっと、一言。おっと、まさかの有利が先に回してしまった。アシストに行った有利が回そう。さあ、ブルーローには辛い状況。かけら、いや違う、まあ、おっと、出ちゃってるが、これは、しかし足りない。最初の一本取ったのは赤チーム。かけら、かけらゆっくりじゃないな。かけらマグチーム。フィーサーマリンクを使わない。誰だそれ、誰だそれって、ひどい。セレジョボックスで。さあ、カリスマ決勝戦2試合目。
先ほどどっかのチーム、やはりメタメタというチームでの最強チーム絶版と言われているが、今回はしかしこれとは別ですけど、ワリオワリオチームかなりの活躍を見せていましたね。ワリオワリオもかなり強い。しかしメタオリマーのここでもっと強いということを証明してほしい。しかし赤チームもこう続く、さあ前の勝ちで、しかしこれは唯一かめ、唯一反撃がされている。これちょっとプレッシャーかかるぞ、唯一危ない。右ではブルーロとマグロが戦っている。ブルーロが落ちる。さあ、ユイの方に返して富士下が刺さる。おっと、かけろ、ボスしまったか。ブルーロ追いかけ、追撃アシストもない。ブルーロダッシュだろ。さあ、2人で回って、赤チームの猛攻が始まるか。これギリギリバーストしない。さあ、マグロは反対から返ってくるが、ユイがプレッシャーをかける。バリアスタスマップパッ、残すまで内側回避を待っているが、これが刺さるのない。さあ、両対応、花道。さあ、リードを学ぶ青チーム。さあ、かけたか、プレッシャーかけられる。しかし、さすがに切り返した。ブルーロが空中回避からのレスマット。さあ、レッツカンダのマグロ。さあ、かけたか、ブルーロ待って、ブルーロプレッシャーが出てくる。ブルーロパーセントがやばいぞ。これは、つらい状況だ。しかし、ユニーのアシストは間に合わない。これは仕方ない。さあ、あっという間に並んできた。青チームがリードを奪っているが、ほとんど戻るか。平らなパーセントは前傾が続いている。横行からの皆さんプレッシャー。オーリマーのシューティング。この中で唯一飛び道具を持っているから、飛び道具見なきゃいけないが、どちらかというとやはり効果力で消去をつけるのが、投げでも上手まうどっちでも殺ってしまう殺人鬼のやから。ユイメタナイトはうまい。シャトルで割り込む。さあ、ブルーロは散らばってユイが上を追うというこのスタイル、なかなか2位にかなってますね。オリマーの地上戦は強い。さあ、かけらマグロは左右で挟んでいく。そのいきゃ今度はお互い離れ離れ挟みたいが、おっとかけらの前衛が光る。上妻飛びすぎ。何パーだ、102パーってことは多分90パーいたかったよな今。さあ、ブルーの連下の方と紫ピクミオリマーの上妻氏が刺さる。これ本当飛ぶんですね。メタナイトは多分80半ばぐらいの新キャラじゃないか。さあ、現在のリードは青チーム。さあ、この状態、ライオンバイロも青チームだが、おっと、反対2人ともいいことしました。これ考えなかった。しかし、マグロメタナイトが道を切り開いていく。ユーメタちょっと引くぞ、ブルーのピンチか。これは助けない。さあ、ユーメタさん、あっと引くぞ。やってしまった。さあ、ストップのリードを奪っているのは赤チームですが、パーセント的に考えるとこの状況まだ青チームが有利と言いましょう。よっ、ブラーストさん、でかい。紫殺していく。さあ、これで赤チームパーセントの高い 96% のメタナイトが試したかかる。これはどちらのメタナイトか。マグロ、あーっと、マグロメタナイト、ガーチャミスは刺さってしまう。この状況、逆転がつらい。オリマー7までしもメタナイトは事故らない。仮に俺は事故らせようとしても、ユイがアシストを死んでそう。おっと、横で刺さって。しかし、かけらメタナイト踏ん張る。しかし、やはり見合いじゃつらい。いくら最強のメタナイトといっても、メタナイトプラスオリマーでは、状況はしんどい。しかし、着実に警戒いたしまる。崖を出して、ローリスにオリマー出して、竜巻、安定行動がうまい。最悪、味方に当たってしまっても、オリマーは助かるとさな。これは掴み抜けられる。紫ユーさん、ブルーロ何人殺してんだこれ。ほんと56人ぐらい殺してない。ブルーさん何人倒した。あ、リプレイお願いします。 5匹ですね。まさに殺人鬼完全なで、さあ1日で取り返した。面白い展開が勝負手をかけているのは赤チームですね。かけらマグロチーム、ユイブルーロが勝てば一度リセット、本当の最終決戦となります。しかしやはりメタナイトが飛び込む中、ブルードさんのオリマーは目立ちますね。一人だけちょっと地上の上すまで騎士が、ね、吹っ飛ばしたので、そこがやはりメタナイトチームとしても怖いところですね。特にこの混戦の中、オリマーのピクミンの色を常に把握するというのは非常に難しいことなので、なおさらタイムエールも見えないと思います。ステージはスマブラ。さあ、カリスマチーム決勝戦、今度これで決まるか決まらないかが決まります。
変な言い方だけどちょっと。さあまずは赤チームがテンプルール端っこで取っていくが、おっとこれは2対1。しかしここで有名じゃないのは足が入る。足がね、プレッシャーかけていく。ルール、おっとここで防風警報。下スマッシュ、横を刺していく。影が全然出ていけ。ブルーを吹っ飛ばして後ろに投げ、マグロの足と合わせる。後ろ投げ、これはない。しかし、おっとこれは勝てた。後ろに投げたブルーのやつを下ずらししてしまった。ちゃんとあちら優さんを褒めたいと思います。これはさあ、影のプレッシャーかけていく。横綱ホールド、ルタズマギワード。しかしこれで影がシットに入る。これでは反撃が取れない。さらにチームの基本というのは、やはり味方の後付きのでかい行動を味方に補助してもらうという方が非常に強いですね。隙のでかい技が逆に釣りゴールなんていうことも結構ざらです。さあ、これは余裕が仕方ない。これはさあ、2位のマナーカチーム、優勝の王子をかけるか。さあ、ブルドがコンボで停滞一撃を食らっている。これはさあ、走れば赤チームも続ける。しかし、余裕がやり返した。今のはうまい。さあ、リードはわずかに赤チームか。 40% ほど赤チームが優勢ですね。さあ、青チームプレッシャーかけるぞ。これはなんとかしたいが、ブルー復帰、ユイのカモのアシスト。さあ、かけらがプレッシャーをかけていく。しかし、これを空中で狙われる。シャドルダブルダズマギ、ウエスマクリット。しかし、これはバーストマズ。さあ、赤の放水が始まるぞ。ラインを待って、おっと、運動にこけてしまった。マグロ運がない。前投げしてから後ろに逃げ、よく見ていますね。チーム戦ならではの動き。これはシュッと期待する前に投げる。大事でした。おっと、ブルーを回そう。さあ、リードマナーズチーム、ほら、ユイは戻れる。おっと、戻れないとまで釣り餌。台に乗って復帰した。さあ、状況はそれでまだ赤チームが少しずつだが、これはブルーアシストに対して立ち上がる。これはしかないリードマナーズチームだが、そこまでの差はない。全然まだまだゴムに近い状況。かけらの粘り次第でいったのか。ダブルヒット、これ押し。赤チームがもうちょいかける。なんとか切り返したが、辛い状況が続く。さあ、青チーム切り返して。さあ、ここからだ。ダブルアンリギリ、これは合わない。さあ、今度は青チームが両方場外に出している状態。さあ、ドタラになっていく。かけらのプレッシャー、ユータヒット、ユイが耐えている。うまい。まるで本当両方対応してるからな。すごいですね。目が4つありますね、彼は。投げてからブルードが立地していく。ブルードの彼もまだまだ。さあ、これブルードのプレッシャーかかるか。なんとか自分に戻りたいが、これはもうゴムの状態。いや、もうあのチームが厄介優勢か。オリマの普及がなさ考えると少し安定力にかけるが、しかしその分彼が抜群。かけらちょっと転がない。なんとか逃げたいが、これは両方殺したい。さあ、どっちが先に死ぬ。ブルーの粘る、はい、おっと、ありがとう。さあ、まあ、これはどうなる。どっちのプレッシャーが上がる。ブルー切り出せ。さあ、ユイが飛んでくる。ユイもパーストパーセントがやばくなってきてる。これはバスト、ユイが何とか殺したい。パーセントは片方のみバストの圏内。ユイはまだバスト圏内とはいないが、辛い状況には変わらない。お互い二人くっついていく。さあ、どうするこの動画。いや、これはファーストしない。惜しい。しっかりジャスティのマグロでないと。まだまだワンチャンあるが、さすがに痛いじゃ辛い。この状況どうするんだ。超辛い。最強キャラの目玉ライトも辛い。これうまい。まだまだ、これはさすがに辛いか。あーった、まだまだレベル5もないと。勝ったのは赤チーム、マグロユッケチーム。マグロユッケチームだね。なんでユッケが違う。マグロユッケ、この良すぎなんだよ。すいません、出いたします。勝ったのは竹山フロチーム。おめでとうございます。